では植えましょう。北あかり、ここ4列おじさん、ラスト1個。これ何の幼虫だ。尖ってる品種で、ここの1列、2列、3列、4列、ここの4列目までが北あかりになってます。はい。それでまあ大体400ぐらい持っていこうかなと思ってるんで、1株大体8個から10個ついてます。掘り方。はい、掘り方ですね。お願いします。根っこの野菜なので、ここのままこう抜くと根っこがブチブチって切れて、全部土に残っちゃって、これ多分抜いたら2個ぐらいしかなくて、あれ、じゃがいも今年ダメじゃねえみたいになるんだけど、じゃなくて、こうやって、やっていって、こうやっていくとほら出てくるから。おー、出てきた。いいね。来年のことも考えると、じゃがいもが中に残ってるとすごく嫌なので、なるべく土の中に残さないように取っていこうと思うので、あんまりないよね。こっち言うほどないんだよね。3、4個ぐらい、5つぐらいしかないですよね。絶対この奥あるんだよ。めっちゃ五郎さん、これすごい。楽しいわ。ちゃんと育ったね、今年も。いや、じゃあここで止まるんじゃない。ああ、それなんかその方がまあね、気持ちいいけどね。何したらどうしたって言ってたわ。来るよ。だよね、空に表。いや、まだこんなに来たら別にまた今度上に。ジャガイモのこれ無料配布を、今年もやります。まあ、ジャガイモの配布時間なんですけど、1日目が、16時4時からで、2回目が、18時から、1日目最後が20時からです。それで2日目になりますと13時半、15時40分から、最後のやつは、19時50分からとなっております。皆さん、ぜひ美味しいと思うので来てください。よろしくお願いします。